本日は、タイ・バンコクの、タニアに来ています、タニア通りのですね、突き当たりにあるですね焼肉アロイっていうところに、行ってみたいと思います。焼肉屋さんですね、はい、結構ね店構えがゴージャスな焼肉屋さんです。で中に入るとですねもうすでに日本語が使える焼肉屋さんですね。はい、中の方にですね行ってみたいと思います。こちらはカウンターの方ですね。エレベーターで、2階に案内されました。はい、2階に到着するなりですねサワディーカーとですねすごい元気に挨拶をいただきまして、このですねテーブルに、座っていきたいと思います。まずはですねおしぼりをとメニューをですねもらって、これからですねメニューを頼んでいきたいと思います。はい、まずねメニュー表がね結構ゴージャスな感じでですね、まあ、シーフードとか、野菜、まあ、お肉ももちろんそうなんですけども、非常にですね綺麗に見えます。だいたい一皿700バーツとかぐらいですかね、2000でこのお得なセットがねありますんで、今回はねこのアロイセットをね頼む1800バーツですね、約6500円ぐらいですかね。まずはビールをですね、一杯飲んでですね、はい、スタートしていきたいと思います。こちらがですね、タレ。ちゃんと日本語で書いてますね。薄口、濃い口とかですね。はい。もう完全に日本人が来やすい感じになってますね。日本語も全然普通に使えます。こちら薬味ですね。はい。はい、炭火がですね、到着しました。はい、店内もねすごいねなんか清潔感があって、全てが綺麗ですね。はい、セットの、キムチとか野菜とかですねが、運ばれてきました。結構牛タンもこんな感じですね。お肉の方もお肉牛タンとかですね、あとシーフードも全部入ってるセットなんで、ね、結構ねお得なセットでしたね。これ2人分だとちょっと多いぐらいでしたね。やっぱ 3,4 人で食べると結構値段的には、まあ、安いかなと思うぐらいですね。結構ボリュームがありました。はい、まずはですねこちらのサラダはですね別セットには入ってないね別で注文しました。まずはねサラダからね、食べていきたいと思います。なんかねハムとかねいろいろ入ってて、まあ、ドレッシングも非常にね美味しい爽やかドレッシング系ですね。あ、実に美味しかったです。サラダ食べてる間にですね野菜が焦げるっていうね、はい、で早速野菜からね、食べてって、次はですね牛タンが、焼かれました。はい、こちらもですね結構厚みはあってですね歯ごたえコリコリして美味しかったですね。この牛タンも非常になんか安定の美味しさです。たくさんありますね。どんどん行ってみたいと思います。こちらは、ロースかな、はい、牛ロースとかです、ね、あと豚も入ってたんですよねメニューの中に、はい、非常にですねこのお肉も柔らかくてですね結構お肉の、ね、クオリティはねいいんじゃないかなと思います。こっちはねハラミですね。ハラミもねちょうどいい感じでね脂が乗っててね非常にマイルドでね美味しいですね。ビールにねめちゃめちゃ合いますね。はい、カルビちゃんがね来ました。焼き音もねなかなかいい感じで、流れましたけども、このお肉もですね脂っこくなくて、非常に美味しいです。で、こちらが豚カルビかな。まあ、焼くとね、まあ、ちょっと豚な感じがしますね。はい、豚肉もですね、淡白な味でですね、非常に美味しいですね。ちょっとね、油がね、ちょっときつくなってきたところで、豚で食べるとね、またこれも美味しいですね。続いてはですね、レモンサワーでですね、焼肉とマッチングさせていきます。はい、続いてはですね、イカですね。
まあなんかね、シーフードの方が先に食べるイメージあるんですね。今回はね、シーフード最後に食べてみました。まあ弾力があってね、歯応えはね、非常に。味噌がね、イカにあって美味しかったですね。と、エビも焼きます。そのまま、食べようと思ったんですけどね、熱くて食べなかったんで、やっぱりね、皮を剥いてから食べることにしました。はい、エビもですね、また、非常にね、美味しかったです。で、最後に、お会計言ったらですね、お茶が出てきて、アイスとね、あとフルーツかね、アイスか選べて、まあ、こちらはアイスにしたんですけども、小豆のアイスでしたしね、美味しかったです。でね、ここはカード会計もできたみたいで、アメックスもね、使いましたね。まあ、もちろんビザとね、マスターも使えるんですけども、まあ、結構ね、便利だなと思いました。またぜひね、行ってみたいと思います。